あ、こうやって時間で本日の試食チーズっていうのがね、区切られてるんですね。我々は4時半なんで、これアイルランドの映画か。これってみましょうか、じゃあ。行きましょう。わー、もらいました。じゃあちょっと食べてみたいと思います。試食コーナーでもらった、まずこのポーターというね、これアイルランドのハードタイプの黒ビールが練り込まれたチーズということで、ちょっと食べてみたいと思います。あ、おいチーズ、ちょっと苦みがある感じの、あ、でも濃い濃い濃い、ハードタイプだから美味しい。お酒が、ワインが飲みたくなる。黒ビールの感じは全然しないですね、見た目の割には。うん、食べやすい濃厚なチーズという感じです。そして個人的に僕一番好きな青カビタイプ、ボーンホルムダナブルー、デンマークのブルーチーズですね。これこれこれ、これが一番好きなの、とろける感じです。ちょっと他のブルーチーズも柔らかい感じのクリーミーな青カビタイプのほのかなね香りがして、すいません、美味しいですね。そして次しアメリカのスモークチェダーおつまみパック、これさっき売り場でおすすめされたやつですね。おつまみパックスモークチェダー食べてみたいと思います。スモーキーな燻製がされてて、これはビールに合う感じですね。うん、あ、美味しい、これ買おう、美味しい。で、日本の雪印さんのフラッシュのゴーダチェダー、うん、間違いないですね。安定感ある、なんだろう、もう赤ワインといえばこれっていう感じのすっきりした味わいですね、このジルさんのチーズは。まあ掃除というのは全部おいチーズでした。うん、あとイベントまで30分、緊張します。